おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日も嘘つきゲームまさき編を実況朗読していきたいと思います。いや、前回はね、結構聖子さんのその証拠、まあ殺人っていうよりやっぱ自殺に追い込んだ証拠っていうのかな、そういうのをまさきくんが見つけていて、その本編ではその聖子さんの証拠っていうものが一切、まあちょびっとだけ出たかなくらいなので、もう何もかも新鮮ですね。もう知らなかったことがいっぱい知れて楽しいですね。で、結構ここからがいいところになるんじゃないかと思うので、楽しんでやっていきましょう。皆さんも一緒に楽しみましょう。ということで始めます。僕は偶然廊下で聖子さんに出会ったふりをして話しかけた。聖子さん、まさきさん、こんな遅くに何してるの？私はちょっと探し物。あなたこそこんな遅くに何をしているんですか？僕はなんだか寝つけなくってね。そうなんですね。目の前で人が亡くなるのを見ちゃったら、嫌な光景が頭に浮かんで寝れなくて。早くこんなゲームを終わって普通の生活に戻りたいよ。そうですね。聖子さんは探し物をしてるって言ってたけど、何を探してるの？大したものじゃないですよ。へえ、そっか。さすがに僕のカバンを漁っていたとは言わないか。もう少し別のアプローチで聞き出してみるか。そういえばさ、今日聖子さんが僕に話してくれた全員が殺人鬼なんじゃないかっていう話なんだけど、あの話もう少し詳しく聞かせてほしいんだ。え？君がそういう考えに至ったってことは、何か証拠を見つけたからなんじゃない？ いえ、別に何かを見つけたわけじゃないです。論理的に考えてそうだと思っただけなので。なるほどね。じゃあ何か証拠を見つけたわけじゃないってことだね。はい。やっぱり何も話さないか。今お腹鳴ったわ。どうする？もう私部屋に戻っていいですか？まずい。このままじゃ。もし彼女が僕の情報を掴んでいたら、僕は明日処刑されてしまう。こうなったらもっと直接的に聞くしかないかないか。ないかないかになってる。聞くしかないかないか。廊下で話すと、みんなが寝ている部屋まで声が聞こえる可能性があるか。もう少しだけ話したいことがあるんだ。ちょっとリビングルームで話さない？ここじゃダメなんですか？座って落ち着いて話がしたいんだ。わかりました。少しでしたら大丈夫です。ありがとう。じゃあリビングに戻ろうか。そして彼女とリビングルームに戻った。よし、じゃあここで話そっか。わざわざ部屋に入らなくても。まあそうなんだけど、あまり他の人には聞かれたくない話だからさ。聞かれたくない話？うん、聖子さんに聞きたいんだけど、さっきこの部屋で僕のカバンを漁ってなかった？え？ほら、そこに置いてあるカバンだよ。このカバン、男子部屋に置いてたはずなんだけど、どうしてこんなところにあるんだろう？それは、たまたまそこに落ちていたので、何かと思って少し調べようとしていたところでした。本当？君が男子部屋から持ち出したんじゃないの？
まさか、私が何のためにあなたのカバンを持ち出すんですか？くそ。このまま会話をしていても拉致が開かないな。もう、単刀直入に言うけど。はい？何でしょうか？君は、僕のことを殺人鬼だと疑っているよね。何も言わないってことは、疑っていると捉えていいんだね。仕方がありませんね。ま、これ以上ごまかすのは難しそうですね。そうです。私はあなたのことを調べていました。やっぱり、そうだったんだね。それで、僕について、何か見つけたの？何がおかしいの？まさきさん。私、あなたが殺人鬼である証拠を見つけたんです。あなたは殺人鬼ですね。何を言ってるんだよ。僕が殺人なんてするわけがないじゃないか。言い逃れしても無駄ですよ。私は、あなたに関する証拠を複数見つけたんですよ。あなたは、立川あゆみさんをストーカーしていた。あゆみさんの存在まで知ってる。どうやら証拠を見つけたというのは本当みたいだな。くそ、まずいぞ。しかしあゆみさんには相手にされず、あなたは逆上した。そして、彼女を殺した後、自殺に見せかけた。あなたはストーカー殺人犯です。どうです？これは真実ですよね。そうか。どうやら本当に僕に関する証拠を見つけたんだね。はい。なので、あなたは明日、処刑確定です。それでは、私はこれで失礼します。まずい。このままじゃ、本当に明日処刑されてしまう。なんとかして口封じをしないと。おお、充電、残り 15% 以下。はい。そうだ。聖子さんの証拠を使って取引を持ちかけよう。この証拠じゃ犯人と言い切るのは不十分なのはわかってる。だけど、この状況だ。これでなんとかするしかない。ちょっと待ってよ。まだ何かあるんですか？聖子さん、君は僕が殺人鬼である証拠を揃えていると言ったけど、それは僕も同じだよ。え？何を言ってるんですか？聖子さん、殺人鬼なのは君も同じだよね。君は結婚詐欺をした。そして、詐欺相手を死に追い込んでいる。整形を繰り返し、顔や名前は偽っているみたいだけど。これがその証拠だよ。何も言わないということは、どうやら本当みたいだね。ま、そのまま聞いてくれよ。君に一つ提案があるんだ。提案？僕と取引しない？この顔好きだな、まさきくんの。僕も君が殺人鬼である。勝手に進むのやめてくれなーい。その代わりに、君も僕が殺人鬼であることを黙っていてくれないかな。そうか、君の殺人のことを黙ってる代わりに、僕の殺人鬼の証拠を黙っててくれってことね。はい。そういう交渉を持ちかけたってことね。もうなんで重要なところ飛ぶかね、セリフ。悪い取引じゃないでしょ？お互いの命が助かるんだよ。それに、
お互いが殺人鬼である証拠もすでに回収している。僕たちさえ黙っていれば殺人鬼であることは他の人にバレようがないよ。いい案でしょ。聖子さん、どうしたの？その提案、お断りします。は？何を言ってるの？自分の立場分かってる？今のお話聞かせてもらいましたが、あなたが見つけた証拠、不十分じゃありませんか？どういうこと？どう見てもこれらの証拠は君が殺人鬼である証拠になるでしょう。 いえ、なりませんね。そもそも、その整形前の写真が私であるということは、どうやって証明するんですか？それは。まさか、私に似ているという理由だけじゃないですよね。それだけで私が犯人だと決めつけるのは難しいんじゃないですか？でも、どう見てもこの写真は君だろう。別に、それでもいいですよ。明日の嘘つき会議で、その不完全な証拠でぜひ私を追い込んでみてください。私が持っているあなたの証拠を覆すのは不可能だと思いますがね。あなたがストーカー殺人犯だという事実、他のみんなが知ったらどんな顔をするか楽しみです。何も言い返せませんか？それでは、私はこれで。待てよ。まだ何か言い訳でもあるんですか？僕は彼女を殺すつもりなんてなかったんだ。おや？ということは、素直にご自分が殺人鬼だと認めるんですね。彼女と僕は愛し合ってた。あの殺人は仕方がなかったんだ。今どんな目的でその話を私にしているのか理解しかねますが、あなたはただのストーカー殺人犯です。自分のねじ曲がった愛情を押し付け、執拗に彼女を追い続けた。違う。あゆみは僕に微笑んでくれてた。最後は腕の中で、優しく微笑んだ。だから。殺した相手が最後は微笑んだ？そんなはずないじゃないですか。違う！彼女は僕を受け入れてくれたんだ。あゆみさんもきっと分かってくれるはず。現実を受け入れられなくなっているようですね。は？あなたは間違いなくあゆみさんを殺害した。そしてあゆみさんを自殺に見せかけて、あなたは罪を免れた。立派な殺人鬼です。うるさい。え？うるさい。お前に何がわかる？お前に僕の何がわかるんだ？私に何をするつもりですか？お前がいなければ。僕は、ここから生きて脱出できるんだ！来ないで。近づかないで。大声出しますよ。お前さえいなければ、僕は、あゆみのためにも、こんなところで死ぬわけにはいかないんだ。だ。聖子さんは突然走り出し、リビングルームを飛び出した。絶対に逃がさないぞ。僕は彼女の後を追うように走って廊下に飛び出した。あら、終わらなかった。
私何回終わる詐欺すればいいねん。まさかのパート、あれこれ 6? 違う、これ 5? 次 6? すごいね。ボリューミーだね。楽しい。いやー、もう狂った役やるの楽しい。ということで、今はもう区切りいいので、今回これで終わりたいと思います。いやー、やっぱりまさきくんいいキャラしてるわ。もう大地さんも大好きだけど、もう聖子さんも大好きだけど、まあ、シンジさんはちょっとあんまよく覚えてないけど、あとなんか最初の方に出てきたドキュンとか全然覚えてないけど、まあでもね、うん、その、思い入れが深いだけあって、久しぶりにやると本当に楽しいですね。やめられねえわ。ということで、次回お楽しみに。それでは、おつぴよでーす。